こんにちは、総括局の久保です。いや、寒くなりましたね。もう11月も半ばに入りそうですね。今回はね、デジタルデバイドってちょっとお話をしたいと思います。これはインターネットデバイドっていう概念でもあるんですけども、大体ね、3年ぐらい前に私がその動画を撮ったことがあって、これからインターネットとかね、デジタル商品を使えるか使えないかっていうのがものすごく格差になるよってことなんですよ。まあ皆さんもお感じでしょうけども、ちょっとお年をね、召された方、60代、そうですね、70代、80代の方がスマホをね、なかなか使えない方っていると思うんですよ。でも私の田舎では、スマホで音楽聴きながら LINE をしながらね、こうウォーキングとかジョギングしている70代80代の方って、まあ結構見かけるんですよ。そういう方と LINE 交換をね、ジョギングがてらしたりとかするもんですけども、まあ使いこなしてるわけですよ。でその方に言わせれば、このスマートフォンがあるから自分の暮らしはものすごくね、広がったし、いろんな情報が得れるから、そのいろんなスーパーとかドラッグストアのね、クーポンが送られてくるんだと。だから大体このスマートフォンを使ってない方でも金銭的に1割ぐらいいつもね、得してるんだよとかね、言われてましたね。まさにその通りですよね。やっぱりね、その最新技術ほどでもなくても、このスマートフォンなんてもうね、2009年ぐらいに入ったのかな、2010年とか、だからもう十数年前の代物ではあると思うんですよ。まあだから十数年前から使えとは言いませんけども、多くの方がガラケーからスマートフォンに移行した時に、同じようにスマートフォンに行ってみると、実はね、スマートフォンってご高齢者向けなんですよね。このものすごく直感的に指一本でいけると。ガラケーってボタンがいっぱいあって、ボタンをどこを押したらどういうふうに入っていくのか覚えないといけないってところがあるんですけども、でスマートフォンの場合はすごくシンプルなんですよ。しまいには喋るだけでね、操作をしてくれるっていうところまで来ました。なかなかね、私はその実は簡単なんだよとかね、難しいと思ってるから簡単なんだよって世界がこのスマートフォンにもう隠されてるなと思ったんですよ。で現在私はね、特別定額給付金の動画をアップロードしたりしてるんですけども、5万円とか10万円をね、ずっと待っている、その待ってる間に5万円10万円やっぱりね、稼いでる人がいて、それは私の放送を見た時は動画を見てるだけだったけども、そのポイントサイトがあるとかセルフバックがあるってことを知って、久保さんどうやるんですかっていうふうにメッセージをね、メールでいただくと、まあ私はね、こういうふうにしたら、まずは1万とか2万ってポイントが貯まるんですよって言ったら、本当だみたいになってね、それからもうずっとポイントサイト大好きでずっとやってるみたいなね、私の動画もその時にやっと登録したみたいな感じが起きるわけなんですよね。このぐらいね、インターネットを使ってるか使ってないかっていうのは、もう人生がそこからね、大きく枝分かれしていきます。まあ私もね、麻雀だけだった人生、40歳までの人生から、インターネットを中心とは40歳からの人生っていうのは、まるでね、別人のように人生が変わってきました。それこそね、40歳までに、お金のことで言えば、40歳までにずっとね、手にした金額を上回る金額が40歳から手に入ってくるようになりまして、40歳までに得た自由な時間、じゃあ足りないぐらい40歳からの時間の方がものすごく自由になったんですよ。で、しかも40過ぎてからこれできるんで、今だいたい私の動画見てる方ってね、アナリティクス見ると40代50代が 60% ぐらいいるんですよ、ね、そうなってくると大半の方は今抱えてる問題ってね、もうこれ乗り越えていけるんじゃないかなと思うんですよね。大半の方ですよ。で、情報がお金になるってことをよく言いますけども、これなんでそれが成立するかってことなんですけども、これはね、実はね、私ね、ハッシュタグっていう概念をつい最近知ったんですよ。それこそこの1ヶ月で知ったんですよ。ですんで、まあつけることにしたりね、そのハッシュタグってものを人に教えることができたんですけども、なんでそのハッシュタグってものを知ることができたかっていうと、ハッシュタグって何ですかって質問が来たんですよ。で、そういえば知らないなと思ったんで、検索して YouTube でハッシュタグを説明してる人がいたんで、ほうほう、なるほど、そうかっていう感じで、その次の瞬間ハッシュタグの動画を作って送ったんですよね。こんな感じなんですよ。なんで情報がお金になるかっていうと、まあ私いろんな情報を知ってるように見えますけども、一つの情報に特化するあまり、その情報以外は分からないんですよ。まあ、ですんで、これは何ですかって聞かれた時に分からないんで、その都度調べるということで裾野を広げていくんですよね。で、はっきり言って私に質問するよりも、私が調べたのって YouTube とか Google ですから、じゃあその情報、そういうふうな質問を私にするよりもダイレクトにした方が多分回答は早かったのかなと思いますし、もう一個言えばね、私がハッシュタグって概念を知らなかったっていうのはどうしてかっていうと、私にハッシュタグっていう質問をしてくれた人がいなかったからなんですよね。だからもしかして、逆説的ですけども、ハッシュタグっていうものが聞きたかった場合ね、私に聞くんじゃなくて、その方は検索した方が多かったんじゃないかなと、今までね。そうすると私に聞かなくても答えが入れるから、結果私に質問が来なかったってことで、私が知ることも遅れちゃったみたいなね。まあ、だからね、自分がわからないこととか自分が困ったことって人に話すことによって、実はね、聞いた方も役に立つんですよ。
もちろん受け手の問題もありますけどね、私の場合はたくさんの人からのお悩みとかね、問題解決を要求するメッセージが毎日に飛んできますんで、それに対して一生懸命ね答えていると、それが自分の力になるんですよ。だから情報の持ち分がどんどん増えていきますよね。 Q&A の解決できた問題がたくさん増えていくんですよ。私の手駒が増えていくんですよ。まあ、ですので相談されることとか面倒ごと持ちかけられることってものすごく得だなと思ってます。まさにね、どんどんストレスを持ってこられると、そのストレスを一個ずつ紐解いていってノーストレスにするんで、それが私の情報としてのね、ストックを増やしていくんですよね。うん、だから知らないことって実はラッキーなんですよ。あ、知らないことがあったぞ、じゃあこの知らないことを知るに変えていこう、苦手があったぞ、苦手を得意に変えていこうっていうふうな、この日々がまあビジネスになっていくんですよね。まあ、ですのでね、面倒事から逃げまくっていると、結局その面倒事が人生を邪魔し続けているってことなんですよね。うん、だから面倒事大歓迎じゃないかなと思うんですよね。まあ最後にね、昨日実は町内会のね、人事、来年の人事があったんですけども、まあね、面倒くさいこと避けたがる方ばかりで、もうすっきりしないわけですよね。で、なんかそれらしいことを言う人もいて、まあすごい二束三文だなとはまあ感じたんですよ。もう使い古された反論。使い古された意見で、まるでね、私が悪いことしてるみたいなね、言いぶりもあるんですよ。でも私もね、知らないですよ、そんなことは。皆さんが決めたルールでしょっていうことでね、結局終わるんですけどもね。それからやっぱりこう、町内会の役員がめんどくさい、要するに町内会に参加することが疎ましいということでしたら、別に町内会いらないんじゃないかなと思いますんで、町内会どっちにしてもなくなりますよってこともお話なんですよね。だって年齢がどん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 増えていって、年齢のね、若い方はそんなところに入っていきたくないわけですよ。だって、いい年の大人が揉めてるわけですよ。責任を押し付け合ってるわけですよ。そんなところに20代の若者が入りたいですかみたいなね。だからね、まあ、しょうもないなと思いますよね。年を取ると人間ってのはこうなるのかなと思ったらね、ますます私もね、隠居してよかったと思いますね。自己肯定感が強くなったりとか、恩恵は受けたいけども、自分が何か責任を負うのは嫌みたいなね。だからね、責任を取れるっていうのはすごく名誉なことであり、推薦されるとかね、指名されるっていうのは誇らしいことなんじゃないかなって、私の昭和的な概念っていうのは まさに昭和生まれの人には通用してないなと私の地区では感じますね。いやー、頼まれちゃ嫌とは言えねえなーみたいなね、そんな江戸子気質っていうのはもう残念ながらもうないみたいですね。もうとにかく自分は責任を負いたくない、自分は責任職にならずに何にもせずに恩恵を受けたいというね。最近の若い人は責任取るのはね、嫌がるよねって、お前の姿見たらなくなるわみたいなね、そんな形で、ね、昨日はね、時間が終わっていきました。なんかね、こうやって浮世離れしていくと、人間のね、本当儚さと言いますかね、一つのことを発信することにより、まさにね、より自分の価値を低めていると、貶めているということがね、なかなかありありと出てくるなというところもありますし、まあそれが人間の本性なら素直に生きていていいんではないかなと思いますしね。まあいろんな考え方があって、それも OK かなというところでございますね。ただやっぱりね、自分の発信で自分を不自由にするなと思いますんで、もう何かね、対立や意見があったらその通り言った方がいいと思うんですよね。何言ってたんですかね。まあまあわかんないですけども、終わりです。さよなら。